どうも、はい、皆さん、チョース。はい、皆さん、チョリース。ということで、人生で初めてのバーガーキングに行きたいと思います。あ、ユキリンがいる。あ、そういえばユキリンにチュール買ってきてねえな。ユキリンのチュール買ってこないとな。ユキリンにそういえばチュール買ってきてねえわ。ユキリン。よし、じゃあね、ちょっとね、読み上げを多分オンにするとね、荒らされるんで。読み上げとかオフになっちゃいますけど、一応自動延長だけオンにしといて。いや、棒読みつけたら多分荒らされるからね。ちょっと棒読みはなしで。ちょっとアイテムとかコメント見れなくなるけど、しょうがないっす。まあ、だいたいどれくらいかな、40分ぐらいかなで着くと思うんですけど、多分40分ぐらい。どうせ読み上げしてもさ、荒らされてオフにする未来がもう見えるんで。あれ、これもしかして読み上げちょっとオンになってるか。そうか、ボリュームちょっとだけ小さい、あれで聞こえてないけど、なんか読まれてる。読み上げオンにしてチャレンジしてみるか。地図を3個プレゼントしました。荒らされると思うけどな。旦那さんめちゃくちゃ田舎やないかわら。バンバンおばあちゃんさんやった。ゆうこい星さん平次。こうたさん日本地図を3個プレゼントしました。どうも。お前がサンバーガーキングは山の向こうかだ。バンブーフラワーさんバーガーキングは遊戯王に出てきたような漫画の。そうなの。匿名イベント盛り上げ第3信号を育んだ大地。匿名イベント盛り上げ第3日本地図を3個プレゼントしました。くるぶし決め太郎さんバーガーキングとかまずいだろ。初めてです、俺。いや、俺もなんかそんな美味しくないのかなと思って。テレビテラ小屋さん日本地図をプレゼントしました。なんかやっぱセルセルさん日本地図を3個プレゼントしました。たまにね、クーポン無料サンバーガーキング。あ、道でいつか寄ろうかなと思ってたけど、ずっと寄んなかったんですよ。どう、3何分かかるの。40分ぐらい。テコキマスターさん美味しいよ。お前が3オールヘビーだよ。オールバンブーフラワーさん長トロはのどかでレーナ。カナンナさんレッドデッドリデンプションくらい田舎やな。オールヘビーで。バンバンおばあちゃんさん田舎にないわ。テコキマスターさんでも虫を襲う。匿名イベント盛り上げ第3バーガーキングのキングイエティに挑戦してほしい。日本地図をプレゼントしました。どうも。バンバンおばあちゃんさんセックスしたいよ。
コメントかそってるから大丈夫そうかないやでも一人で笑ってるやつがいたら終わりだからね。そんなもんじゃないよね。今閲覧どれくらいなのやろな。抜け作さんあのようです。バンバンおばあちゃんさん110、カダンナさん閲覧140位、ヒキーさん144人、セルセルさん144、バンブーフラワーさん147、くるぶしきめ太郎さん23、メリちゃんさんすんご、バロさん151、匿名イベント盛り上げ会さん11000人よ。まあ言うてもただ車運転してるだけだからね。カダンナさん今日天気良いから山が綺麗に見えるね。殺し屋さんさん深谷アウトレットできるね。あーそうなんだ。バンブーフラワーさん田舎やだ。匿名イベント盛り上げ大さん上里イオンにも入ってるよね。あそうなんだ。上里って群馬だっけ。匿名イベント盛り上げ大さん10倍日本地図を3個プレゼントしました。クーモフモフさん埼玉、埼玉か。バロさんこんな山奥にバーガーキングあるの。深谷に確かあったんだよバーガーキング。カダンナさん長瀞豊さんの住んでるところってどっちが田舎なん。匿名イベント盛り上げ大さん日本地図を3個プレゼントしました。匿名イベント盛り上げ大さん日本地図を3個プレゼントしました。よっさんのとことどっちが田舎。セルセルさんノートオイル交換そろそろだね。あでもやくるぶしきめ太郎さん潰れてます。